30年やるとも思ってなかったし、30年でそんなに変わってない僕らっていうのもね、なんか想像もつかなかったしみたいな。今後アリーナツアーだったり、もっとね大きな会場とかも考えているんですけども、僕らにとって、そして皆さんにとって、あの楽しい活動をラバーソウル一同考えておりますので、我々のねバースト終わって本ステージに戻る、その背中をね捉えていただきましたけども、あんな感じでね、僕らをこれからもなんか不安があったりとか、あの僕らの音楽に頼ってもらって結構でございますので、これからもぜひ30周年以降グレイよろしくお願いします。しみじみだね、 J のせいだこれそんなグレイの夏はまだ始まったばかりですよ。731ね、7月31日のライブバイザシー、ちょっと前に撮影は終えてオフラインも見たんですけども、よくやってますね僕らね、クルーズからやったりとか、ここでね拓郎と一緒にね7月31日、まあ、グレイエキスポサバイバルやった日に、なんか記念的なことをやろうみたいなことはやりましたけども、今回はねあの配信ライブとなりましたけども、今までやってきた曲はもちろん最新曲まで、皆さん聞いたことない曲までねカバーできてると思うので、なんか記念的な一日になればなと思います。昨日もちょっと振り返ったんだけど、今年クイーンって当てるからな俺。そうですね、言葉にするとすごいことだよね、ドンドンターンですよね